さん、ハット君、今日はダジャレについて調査してもらいたいというミッションが飛び込んでいた。なぜ親父はダジャレが好きなのか、そしてなぜ人はダジャレに笑うのか、奥が深い言葉遊びのダジャレを徹底解剖するとどんな真実が浮かび上がってくるのか、君からの報告を待ってるぞ。ボス、こちら菊川玲です。東大出てます。この時期はお菓子売り場も受験生を対象にしたダジャレ商品でいっぱいになっています。今私の目の前にもすごいダジャレ商品を見つけてしまいました。今から声を大にして紹介します。よく聞いてください。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル、ダジャレが世界を救う大作戦。ミッションインポッシブル。皆さんこんにちは。あなたの心の潤滑油、清水美智子です。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。今日はダジャレ大作戦なんですけれども、はい、これを着想したのはですね、うん、あの受験生のご利益グッズが毎年毎年増えている。あ、そうでしたか。ね、あることは知ってましたけども。これはね、おカールとかね、あの、そう明治製菓のカールが。その通りでございますよ。あのキットカットはキットカツ世に引っ掛けて受験生を応援したりとか。可愛いじゃないですかね、なんかノリが。そうそうそう。あの他にもいろいろ最近増えてきて、はい、例えばタコの消しゴムも大人気だ。うん。タコはですね、英語で言うとオクトパス。オクトパス。その通りでございますよ。机の上に置いておくとパスと。なんか可愛い。やっぱりちょっと明るくなるようなものが多いんですかね。で、ダジャレは世界を救うというテーマです。世界はでも日本だけですけどね。ダジャレっていうブームは。あれ。で、あの他にも受験生グッズ、うん、ご利益グッズでいくと、東海北陸自動車道に長良川サービスエリアというところがあって、はい、この下り線のショッピングコーナーでですね、3月14日まで特別展示されているのが飛騨トンネルの貫通席だそうです。はい、地元なのに知らなかった。これね、掘り進んだトンネルの最後の壁に穴を開けた時、そこで採取した石のことだそうで、工事関係者の間では昔から難関突破の象徴となっているんですよね。でこのご利益にあやかろうと受験突破、就職活動を成就、うん、それから安産の悲願をしてもらおうということで展示してるんですね。なるほど。今なんかあの途中で就職活動の時に石でも詰まったのかなっていう感じだったんですけど、じゃあ奥はちょっと言うかしら。80代かカロローロング失礼しました。 A さんじゃないの、失礼ね、本当にダブルに失礼。今日はですね、そういうわけで、はい、ダジャレをさまざまな角度から紹介します。どうぞ最後までお楽しみに。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りします。リクエストインポッシブル。続いてはあなたからのリクエストにお答えします。リクエストインポッシブル。はい、今週はこんなメールが届いております。リクエストインポッシブルに、神戸市ラジオネーム私もみっちゃんさんからいただきました。この方本名がみちこさんです。おお、なるほど、はい、絶対みちこさんって名前はみっちゃんになるからね。相性がね。そうですね。あれ、飯田さん何だったの。飯田浩司。こうちゃん。こうちゃんが多かった。こうちゃんはでも親戚からしか言われなかったですね。あれ、友達は呼び捨てで飯田とか、あとね、飯田子っていうちっちゃいタコがいる。あ、それで呼ばれたり。飯田子っていろんな、やっぱりなんか動物のなんかあれがあるんですかね。呪いがカッパって言われたり。カッパじゃないです。組織の犬って言われたり。バン。ちょっとやめてくださいよ、組織の犬って。組織の犬でも会社の犬でも飯田子でしょ。なんかありますよきっと。あの、飯田子できると下も宇治になるんで、ダブルでダメな感じなんですよ。さて、このみっちゃんさんですね、はい、我が家には3月にある管理栄養士の国家試験を目指して夜遅くまで勉強している娘がいます。今夢の実現に向かって頑張っている娘に早く春が来てほしいです。ユーミンさんの春よ来いをお願いいたしますと。わかりました。では降りてきてくださるでしょうか。出てこい出てこい、お願いします。ユーミンさん、
みっちゃんさん、ご指名ありがとうございます。松任谷由実です。お嬢さんがね、管理栄養士の試験勉強の真っ只中だそうですけれど、大変と思いがちですけどね、大丈夫なもんです。なぜって、数あるメールの中からね、こうしてあなたが選ばれてるっていうことで、もう春が来たも同然なんですよね。今時風に言うと、みっちゃんさんもお母さんも持ってる人ですね。ちなみに私も金持ってる人です。それではここで一曲、そんな大金持ちの私が歌います。松任谷由実で春よ来い。ミッションインポッシブル。ドドスコスコスコ楽しんごです。私の名前もダジャレになってるんです。怖い映画を見た時は恐ろしんごになるし、可愛い男の子を見た時は眩しんごになっちゃいます。でも一番好きなのはちょめちょめなんです。って言うと、お前は山城慎吾かって突っ込まれちゃいます。いやー、ドドスコスコスコダジャレ注入。エレオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。今日はダジャレは世界を救う大作戦開催中。楽しんごです。聞くかあれです。楽しんごです。聞くかあれです。同じというわけで、楽しんごさんと菊川礼さんは、はい、同じじゃねえかという噂をですね、蹴散らしながら、今週はですね、ダジャレは世界を救う大作戦と題してお送りしたいと思います。はい。こんなテーマで大丈夫なんですかね。いや本当に。ダジャレ連発で終わるってわけじゃないでしょうね。そんなことはないですよ。ええ、でもダジャレって本当不思議で、うん、おばさんであんまりダジャレを連発してる人っていないんですけど、絶対おじさんですよね。男の人がよく言いますよね。そうですね。うん、かといって、落語とかね、ダジャレを聞きに来て笑う人は女の人が多いんだよね、断然。確かに、うん、どの客席見てもね、お笑いの世界って女の人で埋め尽くされてますけど。そうですね、うん、まあダジャレいろいろね、やらない人はいないというか、まあ口について出てしまうという感じもあるんですけども、うん、ダジャレ好きな人種と我々日本人は呼ばれておりますね。ええ、中国とかにもあんのかな、韓国とかにもあんのかな、あんま聞かないね。どうなんですかね。たまにこの、なんでおかしいかというと、つって、うん、説明しても、ポカンとしてる時あるもんね。そんなシーン見たことありますよ、なんかで。で、言語学者によるとですね、はい、このダジャレ、韻を踏むものですが、韻を踏むダジャレというのは世界中で愛されている言葉遊びなんだそうです。だからひょっとしたら中国とかでもあるんでしょうね。そうだ、なんていうの、お笑いではないんですけど、韻、うん、を踏むっていう詩の世界、歌の世界なんかあるもんね。あ、そうですね、うん、なんか五言絶句とかで、こことここで韻を踏んでなきゃいけないとか、ルールがありますもんね、うんうん、ね。でもダジャレっていうのは実は古い歴史がある知的なもので、この韻を踏んで同じような発音なのに違う意味のある言葉のように聞かせると。あ、なるほど。特徴はございます。説明するとそういうことだね。国語的にね、説明すると、うん、まあ日本では親父ギャグ扱いをされているダジャレですけれども、アメリカで生まれたラップも実は韻を踏んでリリックを作るということはダジャレの一種とも言えると。あ、そうかそうか、言葉遊びですね。そうです、そうです。うん、うん、でなぜダジャレが心をつかむかというと、日本人はそのダジャレ好きな国民。その理由というのが、はい、日本語っていうのは母音一つ、うん、まあこれはあいうえおですよ、ね、うん、で、子音一つプラス母音という組み合わせ、これにローマ字を思い浮かべればいいんですが、あいうえおの前に S がついてさしすせそになったり、うん、K がついてかきくけこになったりとか、はい、というふうに、まあ、この2種類しか音節がない。なるほど、だから R と L の違いがないようなもんですね。そうそうそう、ややこしいあれがないんだ、うん、うん、で、他の言語に比べてこれ単純なので、うん、ダジャレが非常に作りやすい性質があると。そうか、言いやすいんだ。そうなんですよね、音的にで、ダジャレっていうのは当然元ネタがこうあると、うん、でそれをちょっとひねるとシャレになるっていうのがあるんで、うん、元ネタの方に知名度があるので受け入れられやすいというような一面もあるようなんですね、うん、そうかそうか、うん、で人気商売の芸能人の場合に知名度があるというのは大きなメリットになるので、うん、芸名をダジャレにする人っていうのは結構多いと。へえ、はい。でこれ芸名がダジャレの人を調べてみました。はい、古いところで言うと小説家の江戸川乱歩さん。ああ、江戸川乱歩。そうです、から来たんだよね。うん、江戸川乱歩。作詞家の悪友先生はもともと悪い友達の悪友からつけたとか。珍しいですね。ねえ、うん、いやーでもこれね、ダジャレいっぱい出てきますよ、うん、ダジャレ芸名。寅さんのモノマネでおなじみの原一平さんは腹いっぱいから腹いっぺい、それから脚本家のジェームズ・ミキさんは税務署行きというところから命名したんだそうですよ。そうだったの？そうだったんですね。へー。
それから佐藤 B 作さん。この方はもう、総理大臣の佐藤栄作さんのパロディっていうのは、うん、これはもう聞くとわかるんですけれども、うん、ご本名はですね、佐藤俊夫さんです。佐藤俊夫。うん、本名なの？本名こそダジャレみたいなんですね。珍しい、本名の方が面白い。そう。清水さんはあのデビューの時に芸名とか考えて聞かないで。それ言っちゃダメだった。ここだけの話だよ、飯田君。わかりました。ここだけの話。国川内さんって方にすごくお世話になったんですよね。はい、それでデビューするにあたって国さんが、考えたって言って芸名を、はい、高山出身だから高山道って言われて。どう断ろうか数日ちょっと悩んだことありました高山もう用が用なら高山道のだからちっちゃい声で言って自分から言うのはいいけどそっちから言うのはやめてあそう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 いろいろあるもんですね本当ですよさあ後半もまだまだ続きますけれどもここで一曲お送りしますダジャレ連発の大ヒット曲うんなんだそれ僕ね、はい、初めて買った CD がこの曲なんですよカモン達夫さん替え歌メドレーだ何それた一枚ですねうまいこと戦略しみちこ様ラジオ聴きの皆様からいただきました普通のメールを普通に紹介しています私が言うのでは気に入りませんかあそういうわけじゃないんですよ岸田さんよかったらフェイドアウトしましょう待ってくださいます日本放送ですだんだんマイクから離れていってますよ岸田さんありがとうございます何やってんの日本放送では日本放送ではね日本をもっと楽しもう計画っていうのをやってまして、はい、月ごとにテーマ変わってるんですが今月は、走ろう歩こうというテーマなんですねお2月はそうなんですかそうなんですよでそこでこの番組に寄せられたメールの中から、まあ、体を動かしてる系のメールを選んでまいりました、はい、まずはラジオネームアベベのベーさんです最近うちの近所でもジョギング姿の人をよく見かけます東京マラソンに出るのかななんて思いながら私はそういう運動には全く縁がないのですがでこの間友達との待ち合わせに遅れそうになった時に駅に電車が来るのが見えたんで走ったんです、うん、高校生以来何十年ぶりに全力疾走したんですが死ぬかと思うくらい息が切れて足が痛くなるし高校時代マラソンをやっていたのが嘘のようですへーそうでしょうね慣れがいるんですよねマラソンみたいなことってね走ることって最近本当だってその必要がないんだもんね走るっていうそ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 う、うん、なんか聞いたところによるとその走るっていう時の人間このジャンプっていうかね、はい、飛ぶのがすごく体にいいんだってね、うん、走ってますこれがね、うん、走ってるんですけど、うん、走ったら走ったら膝痛くなってきてですねあれ何のために走ってんだっけなんか聞いたね、東京マラソンに出るんだったって出るんじゃあその練習に、まあ、そうなんですよそしたら足痛くなるし腰痛くなるしですねまあただねこれ始めてみて分かったんですけど、うん、なんかやっぱり体を動かすってこう汗をかくっていうのはちょっと気持ちいいかもなと思ったんですよ、うん、本当だなんか顔色がいい本当ですか言われたらでもね、だ今までいかに動かしてなかったかってことなんですね。今、イダって言ったね、途中で。ちょっとでもね、イダって、あ、自分に放送してんのいや、違う違う。私かと思ってた。どんな独り言放送局ですか私も週に1回はね、1時間走ってんですよ。スポーツジムでだっけ、ね。ああ、ドレッドミルみたいなやつ。そう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 。はいはいはい。それで、ドレッドミルじゃなくて、本を見るっていう感じで、本を置いて、しかも音楽聞きながら、はい。脳みそをとにかく退屈させないようにマラソンって外を走る分にはさ、うんうん、景色があるじゃないだけどジムはないからね、はい、そういうものでもう全然退屈じゃないよっていうふうに自分を葉っぱかけて走ってますまあまあ体を動かすのはいいことですんでね、うん、はい日本放送でいろんなキャンペーンやっておりますさああなたが最近思うことや見聞きしたことをメールでお寄せくださいはがきでもお待ちしておりますはがきの方は郵便番号 100-8439日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係メールの方みちこアットマーク 1242.com でお待ちしております採用された方には番組特製ニューグッズみっちゃん缶バッジをプレゼントしますなんでそんな言いづらいこと言ってるんですか MIC ってもう大きな声で言いましょうよ行きましょう MIC やめてよエコかけるのやめてなんか私の心の声みたいな感じがするからいいじゃないですかさあじゃんじゃんメールおはがきお待ちしておりますこの後は話題のツイッター企画そしてミッションはまだまだ続きますピン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 
エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。続いては時代に便乗したこちらの企画。思わずこぼれた言葉に本音が見えた、つい言ったコーナー。ツイッターじゃないですよね。ツイッターじゃないです。つい言ったでございます、はい、思わず言ってしまった、ポロリとつい出てしまったフレーズこそオブラートに包まれた真実なのかもしれません、うん、今日も皆さんがついこぼしてしまった一言をご紹介いたします。なるほど、はい、まずはラジオネームのぶりんさんです。以前の話ですが、学校の保護者会で久しぶりに会った知人のお母さんに、上の子どこの高校に入ったのと聞いて学校名を教えてもらいましたが、その後何も考えずについ言ってしまった一言。あそこ偏差値低くなったよね。その後話をそらしました。これは本当に大失敗ですよ、あなた、のぶりんさん、気をつけてください、ね、もう子供のことは一番母親からしたらあれでしょ、うん、タブーでしょ。そうですよね。しかもそのあなたに言われたくないってのありますよね、立場上本当に、ね。さあ続いてはラジオネーム、はい、温野菜は嫌いさんです。うち12階建てのマンションなんですが、私8階に住んでおりますが、一、うん、人可愛い子がおりまして、可愛いといろいろチェックしてしまうもので、ああ、住んでる階も11階となんとなく分かってしまうものでございまして、ある時エレベーターに後から彼女が乗ってきて、気を利かせたつもりがかなり気持ち悪いことをつい言ってしまいました。うん、11階ですよね。つい言っちゃったね。普通は何階ですかですよね。隣近所ならともかく階も違うのに、彼女のえっという驚きの声が忘れられません。気をつけていただきたいですね。読み方が一番気持ち悪いから気をつけていただきたいです。ああ、そうっす。そうですね。情感を込めすぎましたか。情感込めたし、ええ、若干本当は心の中でいいから、戦場カメラマンにも謝ってほしいと思います。ええ、多くは申しません。ちょっと確かに途中から意識しだした。途中からあれベレー帽かぶってねえか、こいつっと思ってしまったので気をつけてください、本当に。なぜ途中からベストも着てました。脱いで続いて、はい、こちらラジオネーム東大出たけど窓際さんです。もう今日面白いね。温野菜は嫌いの時もおかしかったんですけど何があったんだ本当。我が社に社長の一人息子が新入社員で入ってきた時の話です、はい、社長には私の息子だからって気を使わないでほしいとお達しがあり、はい、叱る時は叱っておりましたが、あまりにもだらしないミスが多いのでつい言ってしまった一言。一体どんなしつけされてきたんだ。うわ、この新入社員今では私の上司です。うわこれですね、大変ですね、企業って。ほんとね、サラリーマンは大変ですよ。ほんとですね、どんだけ気使ってもね及ばない感じがしますよね。で、気使わないでって絶対言いますからね。そう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 、うん、これ気使わないでって額面通りに受け取っちゃ絶対いけない言葉ですもんね。そうなんですよ。だってブレーコーだってさ、あってないようなもんなんだってね、本当は。本当は気使わないと後で何言われるか分かんないですからね。なんかいろいろあったんですかね、飯田さんも。動きがちょっと圧を感じました。抜いたりすると大変なんですよ、本当に。さあ、それでは今週のつぶやきソングでございます。まずはこちらの曲をお聴きください。ニュースナレーションのサンプリングが特徴的なイギリスのロックミュージシャンポール・ハードキャッスルのベトナム戦争を非難した1985年のヒット曲ナインティーンでございます。へー、はい、これはあの英語のねニュースのナレーションなんですが、この曲のですね日本語バージョンがあるんですね。これはあの日本テレビのアナウンサーだった小林看護さんがつぶやいております。あの桜井よしこですの横にいらっしゃった、横っていうかメインにいらっしゃった方ですね。横ってなんだ。どっちがメインだ。そうそうそう、確かにそうそう。それではそのお声を聞けるんだ。はい、ナインティーンエクステンデッドジャパニーズミックス。ナインティーンエクステンデッドジャパニーズミックスを聴きいただきました。うん、やっぱり小林さんの声も若いですね。ああ、この頃はねえ、いやでも日本語だとまた聞き迫るかもしれない。ちょっとおっかないですよね、本当。ね、
さあ、あなたが知っている失言や暴言、あなたがつい言った、つい言われた言葉などどんどんお寄せください。硬いよ、怖いよ。あ、そうですか。世紀末みたいな感じするからやめて、あなたが真面目な感じになると。なんで、いや、完全にもう、あの先輩の小林かねこさんをイメージしてインスパイアして。小林かねこさんって言ったじゃん。じゃ、かんこさん。かねこさん誰それ。はがきの宛先は郵便番号100-8439、日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブル、ついイッターのとかりまで。メールでという方、みちこアットマーク 1242.com までお送りください。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。みっちゃんインポッシブル。山口百恵です。名曲イミテーションゴールドをパクったわけじゃないけど、清水美智子のデビュー当時のキャッチフレーズはイミテーションシンガー。百恵ちゃんのモノマネも完璧でした。バカにしないでよ。私はバカになんてしてないですよ。山口百恵です。山口百恵さんの名前をダジャレでもらいました。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル、ダジャレは地球を救う大作戦、実施中。さあ、今日はダジャレは地球を救う大作戦と題しましてお送りしております。はい、これですね、ダジャレが会社を救うというケースもたくさんございまして、うん、例えば昭和の大ヒット商品と呼ばれる靴下、通勤快速。ああ、ヒットしたらしいですね。うん、通勤快速の足の字が、あ、うん、足の字が足になってるというですね。うん、快速電車ではない方ですね。はい、この商品、1981年の発売当初は、フレッシュライフという商品名で売られておりました。は、全然通勤快速の方が買いたくなりますね、本当だ。ねえ、うん。なかなか売れないんで思い切って名前を変えたら大ヒットしたというんですよ。これシャレだもんね。シャレですよね。通勤にも楽な靴下というのが、うん、これだけで全部わかるっていうね。本当だ、本当だ。あとやっぱり漢字の文字が、はい、こう、インプットされるから、さらになんか気持ちいいような気がするんでしょうね、きっと。そうですよね。まあ、そうそうそう。で、通勤快速使って出勤してる人っては多いので、はい、馴染みが良くって、うん、で、語呂が良くって、イメージしやすいという点で受け入れられたと。なるほど。で、ダジャレですね、はい。やっぱりそれだけこう、耳馴染みがあるということで、番組のダジャレ多いんですよ。本当だ。日本放送は非常にダジャレ好きでしてね。そうだね。本当好きだね。うん。身近なところへ行くと、この番組もそうですからね。うんうんうん。みっちゃんインポッシブル。本当おかしいよね。みっちゃん不可能ってことになるんだから。そうです。うん、ミッションとかけたい気持ちわかるけど、そこを抑えないと、本当はダメでしょ。ポッシブルにしないと。みっちゃんポッシブルにしないといけないところなんですよ。それじゃ語呂が悪いっなんですよね。わかるわ。まあ、そこで今日はですね、はい、こんなコーナーをこれからお届けします。はい、今日も元気なダジャレがうまい、元ネタ当てクイズ全然大人としてるなんですけど、ちょっと父親とかで大人やめてみんな。さあ、やってまいりました。さっきのみんなちょっと座って。全国1億3000万のダジャレファンの皆様、お待たせいたしました。今日もダジャレクイズの時間でございます。私やると言ってないんだけどねだけど、これから日本放送の番組の中からダジャレに関するものを出題いたしますので、答えを当てていただければと思います。日本放送のあの有名なみたいな風に思ってらっしゃるかもしれないけど、そんなに知らないからね、私なんか。そうですか。そうですよ。だって清水さんって日本放送ともう20年以上の関わり合いじゃないですか。うんうん。ね、そういうことはもう日本放送マスターですよ。それでは参りましょう。ハードル上げてどうすんの、やる気ないって言ってんのに平成2年、はい、毎週土曜日に三宅裕司さんの番組が始まりました。タイトルは三宅裕司の〇〇では、〇〇に入る言葉を考えてください。なんだろう。放送している曜日がヒントです。有吉くんのあだ名しか思い出せないや。三宅裕司のしゃがれ麻婆私が言ったんじゃないですかね。有吉さん、マルシー有吉で。放送、曜日が、放送してる曜日がヒントです。土曜。おう。あ、どうよ。惜しい。どうも。どうもじゃないです。毎週土曜、うん、正解は？正解は、三宅裕司の土曜。はぁ、あ。
じゃあしゃがれマーブの方がうまいね。続いての問題に、昭和63年、おにゃんこクラブの国生さゆりさんの番組がスタートいたしました。国生さん学生時代は陸上競技の主力選手として活躍し、100メートルは12秒8で走ったという特技を生かして作られた番組タイトルをお答えください。きっとあれなんじゃないですか、もし私がスタッフだったら、最後ゴールを切るじゃないですか。はい、うんうんうん。そんなような言葉じゃないですか。お、では具体的にお願いします。テープカット。残念。正解は、はい、国生さゆりの走れメロンでした。走れメロスからですよ。陸上競技で走っていたというところから。走るしか合ってないじゃん。メロンもなんか、あれすればいいじゃん。メロンは、まあなんか、ノリでつけちゃったんじゃないですか。好きだったのかもしれないし。じゃあ言います。まあ落ち着いてください。私払いませんよ、これに関しては。メロンは私いただきませんので、このデザート代は。デザート代は。払いませんよ、本当に。やめてください。昔のスタッフがつけちゃったんだからいいじゃないですか、まあそんな目くじら立てずにね。それでは行きましょう。最後の問題はこちら。昭和62年に始まった、アグネスちゃんさんが世界のヒット曲を紹介する番組は、なんとかオブザワールドなんですね。一体何オブザワールドでしょうか。ヒントはカーペンターズです。あ、ありがとうございます。はい。トップオブザワールド。アグネスちゃんの。それ、まんまです、トップオブザワールドだと。カーペンターズが、ヒントなんです。ヒットオブザワールド。あ、惜しい。ヒットじゃないんですね。ちょっとヒット。ちょっと。ギブアップですか、ギブですね。はい。正解は、ポップオブザワールドでございました。知るかっつって。投げやり。いかがでしたか、清水さん。日本放送の、もう、英知を駆使した番組の名前たちでございます。そうですね。若干今後大丈夫かっていう懸念もございましたけども。最近ダジャレの番組がそういう意味では少なくなってるかもしれません。そういう意味で、どういう意味だよ、それ。そんなもんでいいじゃないの。さあ、今日のレポート何点でしょうか。じゃあ、はい、今、うまいダジャレ。はい。言ったらいい点数あげます。今回の企画とかけで、ちょっと、ダジャレのつもりが、なんで、か、整ってないんですよ。整いましたまで言わないと。整いました。はい。整った。いや、今回の、比較とかけて。はらり、はらりという音が聞こえます。神宮のスケートリンク届く。うん、その心は今日もよく滑りました。うわ、どうですか、上手すぎて嫌だ。来週もどうぞ聞き逃しなく。皆さんご機嫌いかがですか。松任谷由実です。私はね、作詞家としてクレタカルホという名前も持っているんですね。まあこれは女優のね、グレタ・ガルボさんのダジャレになってるわけなんですけれど、皆さんも本名とは別の名前を持ってみると違った自分に出会えるかもしれませんね。そういう時は好きな有名人のダジャレで作ってみるのもいいと思います。私がもう一つ名前をもらうとしたら、清水日子とかね、名乗っちゃおうかな。まあありがとうございます、光栄でございます。一人上手な清水日子がお送りするエネオスステーション大作戦、清水日子のみっちゃんインポッシブル。この後は童話の花束です。みっちゃん大好き。というわけで今日もそろそろお別れの時間となってしまいました。いかがだったでしょうか。はい、今日はダジャレは地球を救う大作戦でございました。はい、救われた人も救われなかった人もいますけどもなんか帰って今日はモヤモヤしたまま終わってませんか、ちょっとおかしいな、地球を救ったはずなんですけどね。それではそれをごまかすように、はい、次回のミッションをお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。もしもの世界大作戦。うわ、もやもやしてる。おっと、なんかおかしいな。もやもやする予感がする。いやいや、これそしてすごくあなたは怒ってるような気がする。いや、なんでそんな具体的な像が浮かんでるんですか。いや、これはですね、もしもあの時あの選択をしなければ一体世の中はどうなっていたのかという。そうなんです。興味ないですね。分かった。そんなことないですよ。ぜひ、まあ夢のある話でございますんで、ぜひお楽しみに。
ということで、番組へのご意見感想リクエスト普通のお便りなどなどあなたの声をメールとおはがきで受け付け、お便りって何、新しいのがあるの、なんかそういうそうなんですよ、ね、ただお便りどうして謝らないごめんなさい、お便りですあなたの声をメールとおはがきでお待ちしております。はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係まで。メールアドレスはみちこアットマーク 1242.com でお待ちしています。さあ、そして、もう一つですね、はいはい、あの先日この番組で速読スペシャルをお送りいたしました、ね、呉真由美先生をお呼びして速読についていろいろ伺ったんですけれども、うん、その中でですね、小中学生のための親子で簡単速読トレーニングという本をご紹介いたしました、はい、呉真由美さんが書かれた本なんですが、これね、問い合わせがすごく多くって、はい、ですね、もう一回ご紹介したいと思います、呉真由美さんが書いた小中学生のための親子で簡単速読トレーニング、不走者から1470円で発売中でございます。本屋さんにない場合は取り寄せてみてください。ということでお別れの時間でございます。はい、それでは今日はこの辺で、お相手はあなたの心の潤滑油清水美智子と日本放送飯田浩司でした。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りしました。